で、まあ、熊谷大変の動画を見てて、すごい面白そうだなというか、あのかっこいいおじさんがね、そういえば自分もあの不動産してたなと思って、そういえばね、そう立ち返って、それぐらいの感じですね、まあ、区分2部屋もあったかなって、サラリーマンでも一等というか、そういうふうに大きくしていけるんだなっていうのを改めて知って、はい、そこからこう一等ものの方をですね、あの入っていったというか、まあ、調べていったっていう流れですね。でよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今回は、九州地方の、某県で不動産投資をね、はい、進めていらっしゃる A さんに、はい、あの移動で聞いてみたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、A さんはサラリーマンでいらっしゃる、ね、そうですね、サラリーマンですね。まあ普通のって言っちゃうんですけど、うん、普通のサラリーマン、そうですね、もう普通に働いているサラリーマンですね、給料で生活している、はい、そうです。いや例えば親からのなんか資産を受け継いでるとか、もともと遺産相続したとかじゃない、全然そんなのはなく、はい、普通のサラリーマンです、はい、給料で本当に家計をやっていた、そうですね、という、はい、はい、でご年齢は、まあ、35歳35歳ですね、はい、ご家族の構成も聞いていいですか。そうですね、あの妻と、それから子供が、2人、ああそうですね、はい、お子さんも小さい、そうですね、小さいですね、かわいいでしょうね、はい、保育園ですね、うん、保育園、はい、それで不動産投資を始めたのは、はい、いつでしたは、まあ、4、5年前に、はい、はい、区分を持ったところからスタートしていきますね、はい、じゃあ31歳とかその時に、そうですね、ちょうどそれぐらいですね、はい、だから不動産投資を知ったきっかけ、やっぱサラリーマンができるってのは、そうですね、ないきっかけないと知らないはずなんですよ、はい、何でした。僕も全然もうそんなの興味もなかったし、ところだったんですが、あの職場の先輩でですね、はい、あのされておられる方がいて、で、あの珍しいですね、まあ、で、まあ、ちょっとこう飲みの席というか、まあ、そういったところでちょっとこう話が出てきて、まあその頃、その時はまあへーぐらいの感じだったんですけど、ということで初め知りましたね。へーですね。身近な人でやってる人いるんだ。いや普通職場で言わないのでやってるの。そう、よくその先輩いましたね。そうですね。仲良かったですね。あとでも仲のいい先輩、一緒にチームも組んでやってるような仲だったんですけど、っていうところですね。その方が始めていたので、そうですね。いいよとか。まあそうですね、で自分がもうしようなんていうのは思ってはなかったんですけど、まあ、興味本位でいろいろ話を聞く中で、まあ、うん、リスクというかそこまでないのかなというか、いう感じをしたので、でそうですね、あのやってみようかなというか、まあ、失敗しても、区分からスタートしたんですけど、まあ、勉強代かなと思って、人生勉強と思って、まあ、やってみようと思ってスタートしました、ね、はい、あ、そうだったんですね、はい、区分は何部屋買われたんですか。まあ、2部屋持っています、ね、はい、でその後一等物に移られたんですか。そうですね、はい、一等物はいつ買われたんでしょうか。一等はですね、買ったのはもう去年の末ですね、はい、じゃあ半年も経ってないですね。全然、はい、最近ですね。で、4、5ヶ月ってはい、それが1棟1つでしたっけ。1つですね、うん、はいはい、1棟買ってみてどうでした。そうですね、やっぱり規模が大きいので、あのプラスが出るなという感じですね。何部屋ですか。まあ10個です。10部屋です、ね、10部屋結構規模大きいですね、はい、そうですね、うん、地元九州で。そうですね、九州で、うん、はい、もうやっぱり規模大きくなったので、うん、こう毎月こうちゃんと入るようになってきたんじゃないですか。そうですね、ちょっとずつ入ってきて、まあでも退去も出て、というところで、まあ、あの勉強させてもらってます、ね、そうですね、やっぱり入退去はあるので、はい、うん、はい、それは特にこの春の時期はありますからね、はい、まあその辺も込みで考えてたのでっていうところ、でも本当にこう一定額こう入ってくる毎月決まった金っていうのは嬉しいでしょう、うん、そうですね、金額も大きいので、ね、うん、自分でその2人以外に入ってくる、はい、その私もね、やっぱり初めの頃思い出すとあの感動はあっても忘れないですね。うん、
ですね。はい、さん、ではあの A さんにとって、はい、じゃあどうしてこの不動産投資を始めて、かつ規模を大きくして、やっぱり理由がない何かあると思うんですよ。そうですね。それはどういったところですか。初め、まあ、その先輩に教えてもらって区分を始めた頃っていうのは、まあ自分が退職した頃に払い終わって、ちょっとこう足しに、ね、生活のこう足しになればいいかなぐらい。ローンが全部返済終わって、そうですね。あと丸々家賃収入が入ってくるから、うん、っていう、そうですね。でそのローンが終わってると30年後とか、まあまあそれぐらいですね。うん、だから本当に気長に考えて、はい、規模を拡大していこうとかは全然考えてなかったんですよね。はい、で、まあ、忘れていた頃に、はい、まあ、社会人としてもまあ10年超えてきたぐらいで、やっぱこう本当に自分がやりたいことをやってみたいなって思い始めたんですよね。はい、うん、でやりたいことをやるには、まあ、ちょっとこう仕事が変わっていくと、まあ給料が下がってしまったりとか、まあ、子供もいるので、子育てにもお金がかかってきたりとか、そうですね、うん、あるので、まあそうするとやっぱこう副業というか、少しこうお金も稼いで、ね、あのやりたいことをするんだったらちょっとこうプラスに収入もねいるなって思ってて、はい、でまあいろいろ株であったりとか、FX とか、他にもいろいろ、まあいろいろちょっとこう調べてみて、あ、調べて、はい、の中にまあ一つまあ不動産投資っていうのもあってですね、はい、そしたらあの、まあ、木村代表の動画に出会って、あー、動画で、はい、で一等ものの、やってるっていうこと、まあ、そこで改めてこう再認識してですね、で、まあ、木村代表の動画を見てて、すごい面白そうだなというか、あのかっこいいおじさんがね楽しそうだなと思って、あ、これだったらなんかこう自分のこう将来的なねビジョンとこう組み合わせながらやっていけそうだなと思って、そういえば自分もあの不動産してたなと思って、そういえばね、そう、立ち返ってそれぐらいの感じですね。区分2部屋もあって、あ、サラリーマンでも一等というか、そういうふうに大きくしていけるんだなっていうのを改めて知って、そこからこう一等ものの方をですね、あの入っていったというか、まあ、調べていったっていう流れですね。あ、なるほど。もともと区分で2つをやってたけども、一等丸々っていうのは頭なかった。もう考えてなかったですね。私もそうだったんですよ。最初区分で入って、その入った時は一等っていうのは頭なかったです。なんかやれるみたいだと知ってたんですけど、はいはい、全然自分のことだと思ってなくて。まさしく。それであの区分やってみて、私の場合3部屋でしたけど、それでやってて、本当回るのと、だんだんいろいろな情報入ってきて、あ、一等いけるんだなって分かって、2年後に一等やったんですよ。なるほどですね。うん、そうです。だから僕も後から、あ、いけるんだっていう感じでしたね。でも確かに言うと、その、やっぱ目的というのは、自分の今の本業というかね、仕事以外のやりたいことをやりたいというのと、あとお子様のやっぱ成長に応じて、お金やっぱ変わってくるじゃないですか、その人がやりたいことも。それを賄っていけるためには収入がやっぱり必要だというところが、やっぱりやる理由だったんです。そうですね。次は実際やってみて、規模を拡大して、どうですか、感想、そちらの感想。そうですね、あの不動産やって、僕は楽しいなっていう感覚がすごくあるんですよね。ああ、楽しいなっていう感覚。はい、あのまあ、普通に働いて、給料も入ってきて、生活もできるんですけど、はい、自分が頑張ったからって、特別こう給料が増えたりとか、いうわけじゃない。いう中で不動産投資というか、まあ、あの自分が一生懸命頑張って拡大していけば、そこでこう目に見えて数字も現れてくるし、そうですね、ですね、あの、まあ、入退去とかあのいろんなリスクもありますけど、まあ、そこで自分が頑張ればまたそこで反映されてっていうことで、はいはい、なんかこう楽しいですね。そういったお金がこう増えていく、目に見えてですね、はい、あの数字で現れるっていう楽しさがありますね。あ、なるほど。それが一つと、あと、はい、あの本当に今までの仕事では出会えなかった人に出会えたこと、いろんな人と出会えることが楽しいですね。ああ、なるほどね。はい、そのことがやっぱ自分の成長につながっているなっていうのを非常に感じますね。なので不動産出会ってから、あの出会ってからというか、まあ去年の夏ぐらいですね。はい。木村代表の動画、レバリッチさん知ったんですけど、まあ、そこからの自分のこう成長っていうのはすごく大きいなって感じてますね。素晴らしいですね。はい。はい、というと今最初おっしゃったのが、まあ、自分の本業の方はあって収入あるけども、
まあ言っても頑張って成果上げても別に収入そんな変わらないですよね。それは今の差がね、私も感じてました。でもやっぱり自分でちゃんとこの不動産、いわゆる事業じゃないですか、こっちやちゃんとやればやるだけ、もちろんねリスクヘッジしたりとか調べるときちゃんと調べたりとか、あの慎重にやっていく必要ありますけど、規模拡大していけばその分だけちゃんと見返りもある、っていうのはまず一つですね。それに楽しいって話がありましたけど、やっぱりやっただけ成果があるっていうのは、そこで人間楽しいじゃないですか、何でも ね、そうですね。スポーツもそうですもんね、やっぱりね。そういうのがまず一点と、あと、人とつながり、人脈というか、それなんですね。なるほどね。そこが本当に大きいですね。楽しいですね。いろんな人と出会い。やっぱり不動産投資家の集まりですから、ね、セミナーとか勉強会で集まれば、もうみんな同じような考え目的な人ばっかりなので盛り上がるじゃないですか。そうですね。で普段やっぱりそこであんまり言えないです、ね、言えないですね。まあさっきの先輩と一緒に出ましたけど、はい、まあ普通職場にいないので話してそうですね、まあなんか似たようなものを感じたと思います。はい、私もそうですけど、やっぱりねこのコミュニティの集まりは私も本当は楽しませていただいてますよ。はい、まあ、今回ね実は九州に来てるんですけど、やっぱ各地にいらっしゃるんでね、楽しいですね。九州、大阪、仙台、札幌といろいろ各地回らせていただいてるので、ぜひ A さんも九州以外にも来てください。本当に行きたいです。ぜひ行きたいです。はい、あとそうですね、ちょっとこれ聞いていいですかね。結婚されて奥様、ご家族のご理解は何でしょうか。そうですね、奥さんは、硬い感じなので、まだご理解の方は得られております。そうなんですね。なので、まあ、ちょこちょ こう話もしてるんですけど、自分がこう結果を出しながら、ある程度こう数字がこう見えてきたら、一緒に協力もしてもらえるかなと思いながら。やってることは知ってるんですか。言ってますね。なるほど。でもちょっと慎重で大丈夫なのとか、そういうことです、ね、ちゃんとやってよって言われてる感じですか。まあ、非常に妻の気持ちも分かります。もともとそっち側の人間だったので、もともとはそんな投資とかするような人間じゃなかった。硬い感じで感じてきたので、はい、私もそうでしたね。まあ、でもそういう中でちゃんと信念を持って家族のためなんだよっていうこともやっていらっしゃるんです。そうですね、ね、楽にしてあげたいとか、自分の身にね何かあっても大丈夫なようにっていうことで、そうですよね、はい、それでやってますね。いや、それ大事だと思いますよ。はい、やっぱ本当に何を起きるか分かりませんから、若くしても持病、病にね倒れたりとか、ね、事故になったりとか、はい、あとは職場だって急にリストラになったりとかね、いろいろあったりしますから、はい、この世の中。そうですね。それ中でやっぱり非常に硬い家賃収入、アパート持ってるっていうのは全然違ってくるんでね。絶対将来向けて今やってることはいいことだと私はもう確信持ってますよ。そうですね、はい、本当に。なのでいずれね、また一緒に楽しみながらできたらと思ってます。35歳からもうこんなに持っていらっしゃったら素晴らしいです。私41から、やっと41で区分スタートだったので。そうなんですね。すごい、私はずっと先を進んでます。いや、まあ、僕も普通に生きてたら多分やらなかっただろうなと思うからですね、まあ、出会いがあってですね。35歳、私がって1棟買ったのは43歳ですから、8歳先行してますよ。素晴らしいですね。やっぱ8年は大きいですか。いや、大きいですよ。実感というかね、あんまりないですけど、コツコツコツ、あと2棟目3棟目増やしていかれたらいいと思います。地道に。ただ私も41でスタートして、脱サラできるまで希望を聞きしたのは51歳、 10年かかりましたから。うーん、はい、なるほど、はい、もう10年後はじゃあ、ですから40代はもう40代でいいんじゃないですかね。いいところまでいけるんじゃないですか。はい、コツコツやっていく。コツコツ本当に、ね、家賃収入も入ってると思うんですけど、はい、本当に使わずに貯めて、生活レベルも上げずに貯めて、そしてそれをまた信用と島田銀行から借りて2棟目3棟目ってやっていけばいいと思います。はい、コツコツと、はい、素晴らしいです。はい、でもと最後に言いますけども、これからやっぱ不動産投資を始めようかなと思う方が結構いると思うんですけど、はい、そういう方へのアドバイスを何かいただけたら。アドバイス、そうですね、
まあ、金額もですね、大きいですし、もう本当自分もそうですけど、分からないことばかりですし、でまたちょっとこう落とし穴も、はい、あるかなと思いますね。ありますよね、本当に。ですよね。だから、はい、やっぱりこう経験している方というか、先輩方となんか聞きながらですね、一緒にやるのがいいのかなって思いますね。一人でやると、うん、ちょっとね、危ないこともあるのかなって思いますね。はい、はい、そうですよね。まあなんだかんだ言って私もそうでしたけど、やっぱりみんな初心者なんで、本業があって不動産を何をやるっていうのはやっぱり初心者なんですよ。はい、うん、ですから本読んだネット見たなんてもうできるだろうなんて思えるっていう方変更しませんけど、変な自信を持ってね、やってしまうというところにやっぱ落とし穴確かにあるので、業者さんだって正直言ってあの未熟なとか悪い業者もいるんで、そうですよね。と物件だって一見寄せそうに見えてもね、実はこんな裏があるっていう物件もあったりしますから、やっぱそういうのをケアしながらやっていけば結構いいところにたどり着けるんで、 ね、そのためには自分一人に向くんじゃなくて、やっぱりうまくいってる人、成功している人とか、まあ、そういったあのチームに入って、はい、そういう環境でやるのがいいですよ、ね、そうですね、本当にレバレッジさんの強さっていうそういうところかなって。そうですよね、本当に私自身もね、このコミュニティの中で勉強させてもらってるんで、絶えず勉強ですよ、はいはいはい、全部経験してもいいわけじゃないんです。そうですね、全員が全員そうと思います、はい、これからもね、日々勉強だなって感じますね、はいはい。あと言っても毎日こんなガリガリ勉強したわけじゃないじゃないですか。ああ、そうですね。ですよね、はいはい。普段ってそんなに毎日毎日不動産投資のことを1時間とかやってませんよね。そうですね、あの僕は YouTube でですね、いろいろ勉強というか、はい、いろんな動画を見て勉強してますね。ああ、素晴らしいですね。はい、メトロ情報ありますか。あの通勤とかですね、その時間を使って、はい、あの勉強というかですね、学習してます。不動産業の方は管理会社に任せて、はい、もう自分は何もしないんですか。そうですね、自分では動いてないです、はい、何も集金とか清掃に行ったりとかしないんですか。あ、してないですね。そこで全てこれがいい、これがいいところですよね、はいはい、不動産投資も。そうですね、やはりサラリーマンとしてやっていく一番の魅力は、はい、そういう時間的な余裕、まあ、並行してできるっていうところが一番いいメリットかなって思いますね、はい、そうですよね、はい、はい、分かりました。本当にこう見てる方への参考になったと思います、はい、本当にありがとうございました。なんかどうか分からないですけど、はい、今後ね、また A さんどんどん大規模に進んでいくのが非常に楽しみですんで、はい、何かあったら聞いてください、ね、はい、もうぜひよろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。私のラインアットでは YouTube では発信していない不動産投資のより具体的なノウハウやセミナー情報なども発信しています。また不動産投資ノウハウの動画13本と通話アドバイスを無料でプレゼントしています。興味のある方は下の備考欄より LINE アットへ登録してみてください。